皆さん、おはようございます。銭堂よしこです、えー。毎日ちょこっとクリスマス。今日は第三回目です。二千十八年十一月十八日日曜日です。一応、お、三回目。えー、何とか毎日十一時からということで、続いております。 えあと後から録画とかをねもちろん見ていただいてもいいかと思うんですけれどもお早速入ってきてくださいましたありがとうございます今日作るのはもう早速ねえー、と雑談あんまりなしでザクザク行こうと思いますがあー10分目標ですのでね、えー、今日作るのはこちらですまだねこれはいつもおインスタとかそういうのには未公開の状態で、えー、この動画で初めて 公開するという風な感じの方針を今後取っていこうと思いますので、楽しみにしててください。今日はこれを作ります。えー、とじゃあ、なんだけれども、ここにね、ピュピュピ,ュピ,ュピュってこうラベルを。 可愛い,い感じのラベルをプレゼントできるような感じで、えっ、ー、と、お、こんにちは。今日はライブ参加できましたとコメントいただきました。ありがとうございます。で、えー、こんな感じでねラベルをこう入れれるんだけど、ちょっとね入れるときにムニムニムニとちょっとあの。 最初入れるのがちょっとあのあれなんですけど、でもあのこういった感じでラベルを入れて、しかもに、ね、これがメッセージカードになっているというものを作ろうと思います。えー、早速作っていきます。えー、基本的にはシェイカーカードと似たような感じの作り方なんですけれども、えっ、ー、とまずねこの取っ手のところに、えー、ちょっとスタンプ1個だけしようと思います。使うのはこのジャオブラブという、えー、スタンプセットなんですけれども、これにコーディネートする台もついているので、えー、これをクランブル ケーキという色おいしそうな感じの、えー、色に、えー、スタンプをおさらにこのクランブルケーキの色で同じ色でスタンプを今日はしようと思います、えー、ちょい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 ちょうんとっと下にマットを引きましょうかね最近なんとなくねマットを引いた方がやっぱり綺麗に、えー、スタンプができるなと思うことが多くて、えー、ちょっと下にマットを引きます ちょっとなんとなく贅沢使いをするかもしれませんけれどもこんな感じで、ね、よはいこれスタンプをしてえっ、ー、とねだいぶ乾燥してきたのででえっ、ー、とあだいぶ乾燥してきたのでちょっとインクの付きがいいなっていうことを言いたかったんですよね今あの途中までで終わりそうになってしまいましたけどこれで、えー、これは大カットします。 でスタンプするのは、まあ、基本的にはこれだけなんですけれどももしラベルとかをあのこういった感じで、えー、中に入れる感じのラベルを作りたければ、えー、今回これ使ったやつはタグスタイリングスというものなんですけれども私の場合はこれはすっごい切り刻んであって、えー、またその切り刻んだことに関してはまた詳しくお伝えしますけれども切り刻んだものをこんな感じで。 えーまあ、切り刻まなくてもこれはできますのでこれをいくつか作ってでタグサンドタイディングスからちっちゃいタグ系をね、えー、ちょっと選んでいただいて、えー、それを中に後で入れていただくということになりますこのスタンプはちょっとあの今やりませんけれどもそれを使っていますなのでえっ、ー、とわりですね。で、えっ、ー、次大カット。 していきます、えー。この今スタンプしたものを大カットするのと、あとこのお蓋の部分、これはフォイルシートを使っています。えー、フォイルシートを使って、もうあのあらかじめちょっと大カットしちゃったんですけれども、この蓋の部分を大、えー、カットして、で、えっ、ー、とあともう一つに、ね、大カットしちゃったものがあるんですけれども、ここのバッ の部分ですね、えー、と瓶の中身入ってる部分これをこのジャーの台で台カットしてますなのでこれとこれはちょっとあらかじめ今台カットしちゃってましたえー、ちょっと時間短縮のためにそれでえっ、ー、と今から台カットするのはまずこれねえっ、ー、とちょっと台カット画面に行こうと思いますちょいはい でえー、とこれはまあ私は今回マグネティックプラットフォームを使っていますけれどもマグネティックプラットフォームを使うとあの比較的パツッとこうマグネットでこの台がくっついてくれるので、えー、楽かもしれないんですけれどももしこの位置合わせが難しいようであればえっ、ー、とちょっとずれちゃうとかっていうようであればこういったマステとかでピッと止めていただくといいかと思います。私はあのマステ たまに使いたくなるので、使ったらあのここにペト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 貼ってて、あのいつでも使えるようにしてます。なんとなくね。もったいないからっていうもったいない。精神なんですけれども、ちょ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 はい。んで、まずこれをダイカットして取っ手を作ります。この取っ手のところはちょっとね。これ外しにくいかなっていう感じはするんですけれども。 あのー、ちょっと細いのでビリッと破けそうだなっていう感覚があったりとかあとちょっとこう取り出した後にに何か折れ曲がっちゃう感があったりとかするかもしれないんですけどでもまあなんとか大丈夫かなはいでもこうピッピッピッとこうちょっとねあの戻していただいてもこの取っ手としてすごく可愛いいので私は結構愛用してるんですけれどもこの取っ手を今大カットしましたはい。 これは終わりでもう1つ、えー、っとこのメッセージカードの部分これを次に大カットしようと思います。これは、えー、3インチかける6インチのペーパーで3インチの部分で、えー、ここに、ね、6インチ。 なんだけれどもここの部分が3インチにして、えー、スコアリングを入れています。まあ、ミニカードのサ,ーサイズですね。で、えー、こういう風に折ってでこれをダイカットするわけですがあのこれ全部こういう風にやってしまうとあの普通に、えー、ジャーが全部切れてしまうので上側だけあのくっついててほしいんですよねなので、えー、ちょっとこう上の切れる部分刃の部分をこの折り目のところに ここの折り目のところに当てずにこんなふうに配置してであのまあ置くんだけどその時にポワンとなってしまうので、えー、っとこういうふうに置いたらこれこそあの、えー、マステでちょっと止めてこんなこんな感じかなはいマステで止めて、えー、やりますがちょっとね今。 あのど真ん中にやっちゃったけれども後から、えー、余白を、あのー、うまく有効活用したいので私はちょっと端っこにやります。ここの部分がねあのセンチメントとかにすごく使えるので、えー、この余白というか歯切れの部分ですね歯切れの部分がきれいにたくさん出るような感じでやります。はい、でえー、と 今行って帰ってきましたがこれ二重に折っているので念のため往復しましたはいそれでこんな感じでカード状のジャーができましたい次に、えー、シェーカーカード風な感じになるんですけれどもえっ、ー、とこの緑の部分の枠の部分を台カットしたいと思いますこのジャーオブラップの中にはこの、えー、中身の部分をこうやって切れる台も入っているので まあちょっとこれ今緑色がなくなっちゃったので緑色じゃなくてあちょっと見えてないねえっ、ー、とこのこかなえっ、ー、と緑色じゃなくてこの、えー、インカラー去年のインカラーですねえっ、ー、となんちゃらフィグ <laughs> また忘れちゃった <laughs> えっとなんちゃらフィグってやつね後でこう字幕がこう出るように YouTube の時はあの編集しますので フレッシュフィグですフレッシュフィグっていう色ですねで、こんな感じで、えー、ダイカットをしようと思いますで、この時に、えー、ダイカットをする時に一応注意点としてはあんまりえー、っと見えるかなあんまりこうこうなんかギリギリに壁ギリギリにしてしまうと後々このフォームテープで えこう周りを浮かせたいと思っているのでそのフォームテープが見えない程度のおこの何て言うんですかね縁の厚みが必要になるのでそれをちょっと意識してえ大カットしますなのでこれでこんな感じでもしずれるのが怖ければえこの時もおマステで止めるといいかと思います。面倒くさがらずにマステで止めるとといいと思い思ますね あの失敗して紙、えー、が無駄になるよりかは捨て、まあ、を使った方がいい場合もあります。はい、そんでこんな感じでししましたでこの枠の部分が今ねできてきました。この人たちは一応ゴミなんだけれども場合によっては歯切れに使うと。そんであともう一つ大カットをします。もう一つはこれちょっと見えにくいかもしれないんですけれどもクリ,アクリアシートですね。えー、っとこれを大カットします。これ普通に、えー 普通に大カットしますよ多分1回で済むと思うんだけれどもちょっとあの距離を短縮するためにすぐに戻しちゃいましたけれども往復にしなくても多分切れると思いますこんな感じで今えー、っとこんな感じでね、えー、カットしましたえー、っとこれで大カットは以上なので、えー、元に戻します はいそれで組み立てていきますえー、っとなんだかんだあもう10分過ぎてますねやっぱりね10分ってあっという間に経ってしまいますけれどもはいまず、えー、ここのバックグラウンドの部分はまず止めてしまおうと思うんですけど私はこの取っ手をここの後ろ側にこういうふうにやるのがあの好きなので。 えー、ここにもあらかじめつけてしまいます。うんと普通のペ、えっ、ー、とテープのりでいいね。テープのりでこっちにつけて、よ、よ。どうしよう。ここにもつけちゃうかな。で、この人もここにつけると、よ。はい。そんで。 この人をここにカード自体につけると。よ。はい。これだけでもかわいいですけどね、これだけでも十分クリスマスな感じなんですけど、これで作ったと。はいで、えーと、ここで今度、えー、この人をこの なんていうのウィンドウシートクリアウィンドウシートをここにつけるとこれはまあテープ塗りでもいいし、あのー、何でもいいと思います何でもいいですあのそんなにしっかりくっついてなくてもいいというかあの隙間とかも空いててもいいしお入ってきてくださってありがとうございますえー、とよ全然ね10分以内じゃないですけどね はいこんな感じで今ウィンドウシートちょっとね画像だと見えにくいかもしれないですけれどもウィンドウシートをこんな感じでくっつけましたはいで今度それをフォームテープでちょっと浮かせますちょっと浮かせた方があのこのこの人たちをね入れやすくなるのとあのそう,そうですね <laughs> 入れやすくなるのでこういう風にしますえっ、ー、とこっちに合わせた方がいいと思うんですけどえっ、ー、と そうですね、やり方は人それぞれあ,のあると思うんですがビローンって全部やっちゃってもいいしあのこれの場合はシェーカーカードみたいにぴっちり合わせなくてもいいのであの下のところと横ちょいちょいっていうのとあとねここの肩の部分をちょんちょんとしっかりと留めてあげるといいと思います。この肩のの肩肩部部分分から先にちちょっとつけちゃいますね肩の部分 その部分がしっかりとあってそんでそのラベルとかを出し入れしやすいここの空間はちゃんと作っとかないといけないと。で44はいでここの脇きんところ脇のんところはまあそこんなにね長くなくてもいいと思うんですけど、まあ、たまたま今切ったら長くなっちゃったってだけなのでこんな感じで。 で下もそんなにスコーンと落ちていく感じでもないので一応これあのいっぺんにこう出せるように束ねているのでまあ下に落とすことがなければここもうん、いらないかもしれないですね一番下なんかはね。でよちょいっとここをこんな感じでやってでペロペロペロっと剥がし。 よいよいよよいよいよ,いよ,いよ。でもう15分経とうとしています、はい、ますはでこれをちょっとはみ出しちゃってるところとかちょっと <laughs> 気にしてもしはみ出しちゃはみ出しちゃいすぎちゃってるなっていう場合はちょっとカットするといいかもしれないですけどなので結構ねこのフォームテープの,あの厚みっていうかがギリギリなんですよね。 なのでギリギリっていうかあのここの幅がフォームテープがちょっとギリギリなのでちょっと気をつけつつそんでこのフォイールシートをで大カットしたこのね、えー、蓋の部分をこういうふうにくっつけますがえー、とちょっとねこっちの方の蓋は少しこうねじねじ感みたいなのをこう筋をつけてみたんですよね。これは別にああののつつけけけててももなくもいいと思うんですけどあの すごいね適当なんですけどね、えー、とこんな感じかなこんな感じででこれあの細い方のスタイラスを使ってますけれども、まあ、シャーペンの,芯,あの芯を出さずに使ったりとかしてもいいと思うんですよねこんな感じでちょっと筋とかをちょいちょいちょいっとあの全部は端から端までじゃなくてあの途中からはもしかしたらあの途中からでもいいかもしれないですね今ふと思ったんですけどね。 これは普通にテープのりで貼ってしまうと。でここの中の方はあのクリスマス柄の何かを使っていただいてで、えー、もしかしたら、えー「メリークリスマス」とかいうメッセージのスタンプとかポンと貼っあのスタンプしてもかわいいと思うしでこの。 あらかじめ作っておいた。このジンジャーブレード生姜パンかこたちをこういう風うに入れてみたりとか。で、その送った相手がこのラベルを使えるというのがま1、あ、番あの何て言うんですかね？あの。1番の目的なんですよね。あのただ単にこのカードを送るだけじゃなくて、そのカードを送った。先の人々が <laughs> このタグまで。 ちょっと楽しんでいただけるというのがあの一番のあ私の今回のポイントになります。あっ こんにちはコメントありがとうございますそんでこれはねショーガパン小僧じゃなくてもこういった細長いものであったりとかこのちっちゃい25っていうものであったりとか何でも、えー、とここの空間ここの空間に入れば何でも使えますので是非、えー、いろんなものをこう組み合わせてなんか別に文字じゃなくてもいいかもしれないし何、えー、だろうねなんかあのエンベリッシュメント何かあの思いつくもの何でも入れちゃってください。 以上で今日の毎日ちょこっとクリスマスはあ終わりです、えー、明日はね何するんでしょうね、えー、私もまだ何するか実はあの前日の夜ぐらいになんとなくネタを決めているので、えー、何を明日するのかよく分かりませんけれどもまた楽しみにしててくださいそんなわけで、えー、毎日ちょこっとクリスマスでしたまた明日お会いしましょう